ラモンハイメ・マルティネスは、ドミニカ共和国サントドミンゴ出身の元プロ野球選手。ボストン・レトソックス等で活躍したペドロ・マルティネスは、実定。1984年9月1日に、ロサンゼルス・ドジャースと契約。1987年は、A 級で16勝5敗、防御率2.17を記録。1988年は、A 級。 トリプル a 級号計で13勝6敗、防御率2.58の高成績を上げてメジャーに昇格し、8月13日のサンフランシスコジャイアンツ戦で20歳の若さでメジャーデビュー。1989年は開幕をマイナーで迎えるも、高成績を上げてメジャーに昇格。6月5日のアトランタブレーブス戦でメジャー初完封。 終盤は先発ローテーションに定着し6勝4敗、防御率3.19を記録した。1990年は6月4日のブレイブス戦で18、脱三振完封勝利を挙げるなど前半戦で9勝4敗、防御率3.20131脱三振を記録し、オールスターゲームに初選出される。後半戦で11勝2敗、防御率2.66と、さらに調子を上げ、 20勝6敗、防御率2.92223十三振、リーグトップの12関東を記録。サイヤング賞の投票では、ダグ・ドレーベックに次ぐ2位に入った。オフに行われた、日米野球に、MLB 選抜の一員として出場。1991年は前半戦で12勝3敗、防御率2.54を記録したが、後半戦は5勝10敗。 防御率4.15と調子を落とし、17勝13敗、防御率3.27の成績だった。1992年は、自身初の開幕投手を務めるが、調子は今一つで8月25日を最後に離脱し、8勝11敗、防御率4.00に終わった。1993年は10勝を挙げるが、リーグワーストの104支球。 1994年はストライキで、シーズンが打ち切りとなったが12勝、リーグ最多タイの3完封を挙げる。1995年は7月14日のフロリダ・マーリンズ戦でノーヒットノーランを達成するなど、後半戦で9勝1敗、防御率2.66と調子を上げ、リーグワーストの81死球ながら17勝7敗、防御率3.66を記録し、 チームの地区優勝に貢献。シンシナティレッツとのディビジョンシリーズでは、第一戦に先発するが5回途中7失点で敗戦投手となり、チームは3連敗で敗退した。サイヤング賞の投票では5位に入った。オフにフリーエージェントとなるが、再契約。1996年は8月29日のモントリオールエクスポズ戦で、弟、 ペドロ・マルティネスと史上6人目の兄弟同士の先発登板で対戦し8回1失点で勝利投手となった。終盤に7連勝を記録するなど15勝を挙げチームのワイルドカード獲得に貢献。ブレーブスとのディビジョンシリーズでは前年に続いて第1戦に先発し8回1失点と好投するが勝敗はつかず。チームは3連敗で敗退した。 1997年は故障で2ヶ月以上離脱し、10勝を上げるものの22試合の当番に止まる。1998年は4月5日のレッズ戦で6回まで、パーフェクト8回1試までノーヒットに抑える高騰を見せるなど好調だったが、6月14日を最後に離脱し15試合の当番で7勝に終わる。オフに再びフリーエージェントとなった。 1999年3月11日に、ボストンレッドソックスと契約し、弟と再びチームメイトになる。わずか4試合の登板で2勝に終わるが、チームはワイルドカードを獲得して、ポストシーズンに進出。クリーブランド・インディアンスとのディビジョンシリーズでは、第3戦に先発し、6回途中に失点で、勝敗つかず。ニューヨーク・ヤンキースとのリーグチャンピオンシップシリーズでは、 第2戦に先発し、7回途中3失点と試合を作るが敗戦投手となり、チームは1勝4敗で敗退した。2000年は開幕から不安定な投球が続き、10勝をながら防御率6.13と不調。オフに再びフリーエージェントとなり、2001年1月18日にフルスドジャースと契約するが、開幕直前の3月28日に解雇。 4月11日にピッツバーグパイレーツと契約するが4試合の当番で0勝2敗と結果を残せず解雇され現役を引退。ありがとう。